第25章。驚きました庄助はこわごわながら重信の顔を見ますと、去年6月6日の夜、落合橋で殺された時のままで、浅木縮みのいつどころもん片びらに賢者を博多の帯でこう肩先から父の下へかけて生々とした血がついて、祖母髪を振り乱し、マヨ太郎を抱きまして、忽然と霧とともに形を現し、庄助の方を睨みまして、憤怒の僧は身も毛もよだつばかりで、庄助、ああと言って頭を両袖で隠し、突っ伏してしまいました。重信は大きな声で、庄助、己は生来生路潔白なるがゆえに、悪人磯貝波江に脅迫せられ、去年6月落合にて、よくも大恩あるこの重信の頭上を打って、十悪人の助けをしたな。また妻お着せことも犬畜生に劣ったやつ、今にかやつらは我が怨恨その身につきまとい苦痛をさせた上、身は八つ咲きにしてくれんが、何時とてもそのとおり、仮初めにも衆を殺せし大悪人、骨を砕いても飽き足らんやつ。このところで殺すのは安いけれど、今何時も殺してはこのマヨ太郎を養育して、我が敵を打って鬱憤を晴らすものなければ、命も取ることは許しつかわず、その代わり、何時今より悪心を翻し、このせがれを伊豆区の地へなりと連れ参り、成人させた上で敵波江を打たして、我が修羅の猛臭を晴らさせくれよ。だが何時波江にたばかられたとは言いながら、大恩ある主人を殺害いたす助力をなして頭上を打ったな。思えば思えば憎きやつ。まなこちばしり、髪を逆立てて、いきなり庄助の田房をつかんで、こう草原へ引きずり、頭もこすりますから、庄助はただ、ごめんなさい、ごめんなさい。よいか、今申したことを忘るるな。我即座に、何時が一命を取るぞよ。ああ、許してくだせ、許してくだせ。と庄助は、祖母神へ油汗を流し、言い訳をして謝ろうと思いましても、口が聞けませんから、ただ口の中で「ナムアミダ仏、ナムアミダ仏、ナムアミダ仏」と唱えております。よいか、改心いたしたか。改心いたしたら、マヨ太郎の力となり、敵を打たせ無念を晴らさせよ。よいか。ああ、ようございます。ナムアミダ仏、ナムアミダ仏、ナムアミダ仏と一生懸命に念仏を唱える。そのうち不思議や、必ず必ず忘れるなと重信が大きな声で言った一言が耳に残ったばかりで、さっと吹き来る風もろともに重信の姿はいずれか消えました。庄助は汗でびっしょりになり、旦那様、ごめんなせ、ナムアミダ仏、ナムアミダ仏、ナムアミダ仏とこわごわつむりを上げてみますと、いつか滝壺へ打ち込んだと思ったマヨ太郎は、我が膝の上におりますから、またびっくりいたし、いや、ぶっ込んだお坊ちゃまはここにおいでだ。それでは旦那様の言う、ああぞっといたして、ああ情けねえ、まあ旦那様が我が子のマヨ太郎さんに惹かれて、ごめんなせえと、夢かうつつか分かりませんから、呆然と辺りを眺めておりましたが、耳へ残りましたのは、必ず必ず忘れるなという重信が声と、どうどうという滝の音のみ。殺しも9月の20日の月は一旦雲に隠れましたが、また出まして、
この間を漏れてぼんやりとあたりは明るい。庄助はすやすやマヨ太郎が寝ている様子ですから塵を払って立ち上がり、はあ、悪いことはできねえもんだ。去年波江さんに騙されて金を5両もらったが、一生の俺の誤りで、嫌だと言えば俺へ切って切腹すると言うから、容疑なくすまねえと知りながら、ライオン受けた方の頭を食らわし、もってね、旦那を殺した手伝いをして、それからまた坊ちゃまをこの滝壺へぶっ込めて、はあ、そう思っても身の毛がよだった。旦那様、よく意見して暮らした。己今日という今日気づいたよ。決しておめえ様が言ったことは忘れねえよ。これから王様を育てて助立ちをして、白刀の波江を殺しておめえ様の鬱憤晴らさせます。王様を住んでのことにこの滝壺へ、この谷から覗いてもゾッとするわ。もう寒くなった。まだ俺はいいことには波江からもらった20両ここにあるから、これから練馬財の赤塚が俺の故郷ゆえ、そこへ坊ちゃまをお連れ申して行って、ともかくもして俺が成人させて敵討たせ、旦那様の幽霊へ詫びするのが千一だと根が正直一途の庄助でございますから、マヨ太郎を懐へ入れまして、12層を立ち入れ、後へ戻りまして、追分から新宿へ出ました頃はまだちょうど9つ過ぎで、盛り場のことですから往来はにぎやかだ。ここのうちが立派だからここへ泊まろうと、扇屋と申します宿屋へ入ります。いらっしゃい、お一人様で。いいえ、一人じゃねえ、坊ちゃまと二人連れだ。おや、お子様をお連れなすって、奥の六畳へお連れ申しな。と、おそうござりますから、六畳へ連れてまいりましたが、庄助はマヨ太郎が昼から乳を飲みませんから、さぞひもじかろうと、我が膳につきませんうちに、この子に乳をいっぱいもらいてえがと頼みましたが、亭主が出てまいって、あいにく宿には血の実がないので、よそからもらいますのですから、何分今夜は遅いゆえ明日にしてくださいというので、庄助は余儀なく、また落雁も噛み砕いて食べさせまして、床につきましたのは9つ半か八つ頃でござりました。第26章。これさ、泣いたってダメだよ。さあ、これ落雁の子だ、黙らせ。子だ、坊ちゃんはまだよ。そら、安どに夫婦がついているよ。泣かずに寝なせ。ゆんべまでおっかの乳しゃぶって寝たものが、にわかにこの庄助じいと寝るのだからもっともだよ。これもおめえ様はがんじゃねえけれども、因果だと諦めていなせ。大人になさると明日たくさん乳飲ませます。と、騙しつすかしついたしますが、いたわしやマヨ太郎はただひいひいと泣くばかりで少しも眠りません。庄助を止めました大宮ではよっぴて赤子が泣きますから耳について寝られません。女房はたまらなくなったから起きまして、庄助の寝ております座敷へやってきました。ごめんくださいまし。なんだい、用でもあるかね。いいえ、別段用事ではござりませんが、大層お子様がおむずかりなさいますが、どうかなすったのでございますか、お虫のせいで。いや、虫でもねえのだ。宵に泊まった時に乳の出る女ねえかえと聞いたのはここのことだ。坊様がおめえ乳ねえもんだからそれでむずかるのだ。ほら、いくら騙しても泣きが止まらねえで実に困ってしまったが。それはまあお困りでいらっしゃいましょう。あいにく私が乳が出ませんでいけません。実に困っただよ。泣き言自答には語れねえって当惑しただが、
おかみさんどうかしてたった一杯父に飲ませる工夫がつくまいか。もう私もどうかと存じていろいろ考えておりますのでございますが、何を申すのも野中でございますから困ります。さあ少し私が、どれどれ、おお坊ちゃん、よいお子で、などと女房も想像しいと思いますから抱いてやりますところへ、廊下を通りましたのは四十前後の飽きんど風のおかみさんで、このうちへ泊まり合わせました客で、そこは子持ちというものは人情の深いものでござりまして、今マヨ太郎がひいひいと泣いておりますのを見て、庄助の座敷へ入ってまいりました。おやまあ、どうなさいましたの。私はただいま下へ調子に参ったら、大層お小さいのがお泣きなさるから、こちらのお子さんかと下でお尋ね申したら、まあお客様のだって、おやおや、おかわいそうに、さあちょっとおよこしなさい、ちょうど張っておりますから一杯飲ましてあげましょう、と宿屋の女房の抱いておりましたマヨ太郎を受け取りまして、自分の父を飲ませてくれますから、庄助大喜びで、ああご親切様にありがてえこって、こんな嬉しいことはねえ、お泣き出しじゃ止まらねえから手こずったところだ、こらありがてえ。いいえ、さぞあなたお困りでしょう。このお子はあなたのではない、ご主人の、そうでございますか。第27章、まことに子供を持ちますとご同然に、と世辞を言いながら父を飲ませますと、子供は罪のないものでしばらく父をしゃぶっておりましたが、腹が朽ちくなったからすやすやと眠ります。はあ、まことに坊様が、あれ、腹朽ちくなったと見えて元気んだよ、そら眠った、本当にまあ呆れたものですね。あれご覧なさい、すやすやといびきをかいてさ、子供衆はお父が何よりが一番でございます。ねんねなさいましたらごめんなさい、と泊まり合わせました女房は我が座敷へ帰って行きましたが、庄助は人に人鬼はないと喜んで、マヨ太郎を抱きまして、その夜は眠りにつきました。その翌朝のことで、庄助は自分も長津に行き、またマヨ太郎にも小便をさせようと下へ降りてまいりますと、便所のそばの流しにお定まりの塩ざるが片っぽにありまして、もう9月でございますから、道庫のある風呂へ湯が沸いてあるという小さな金だらいが三つばかりありまして、顔を洗っておりました五十近い男が、今マヨ太郎に上手をやりながら、しー、そら出た、大層しょっくりなすった、などと言っております顔を見まして、もしそこにおいでのは真吉間さんの庄助さんじゃないかい、と名を呼ばれましたから、傷持つ足の庄助びっくりいたしました。誰だい、名を呼ばるのは。わしだよ。誰だい。庄助さん、まあ変なところであったね。高田の南蔵院でお心安くした原町のしんべえ、よろずやしんべえだよ。え、しんべえ様だい。はい、しんべえだが、見れば血のみごを連れて夕べここへ泊まんなすったのかい。はあ、しんべえ様か、これ誰だと思ってびっくりしただ。まあここで互いに会うとは思わなんだ。そうしてお前どこへ行きなすって。わし十二層へ、いえ滝へ、何、滝浴びに行っただ。何、滝を浴びにおいでたって。何、そうじゃねえ、十二、十三、相変わらず面白い人だ。ともかくもちょっと私の座敷へおいで。そのお子は、ああ
ゆうべうちのが夜中に乳を飲ましてあげたと言ったお子はお前のお連れのそのお子だろう。どうも不思議な。はあ、それでは夜中に乳飲まして暮らしちゃったおかみさんはあなたのところだって。それは不思議。大方旦那様の幽霊。なんだとえ？あに、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と。念仏を唱え、両人は我が座敷へ参りました。